さあ試合再開となります。琉球今度は画面向かって左から右に攻める形で攻めていきます。ボールオンは相手陣4ヤードからのセカンドダウン2ゴー。さあここでイエローフラッグ反則が発生しました。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか、まもなく審判団からコールが入ります。オフサイディフェンス22番ディフェンスの反則です。オフサイドプレーの結果タッチダウンです。そしてタッチダウンとなりました。先ほどランプレーによって中央突破しエンドゾーンに飛び込んだ琉球、しかしここで、クラブアイランズに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入したという反則でしたが、この反則は取り急げましてプレー有効、タッチダウンを有効としました。したがって琉球ガーディアライオンズタッチダウンにより6点獲得です。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレー、このワンプレーをキックによって狙います。キッカー10番、このキックは決めましたが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しているものです。オフサイディフェンス3番22番ペナルティーデクライン、プレーの結果はトライフォーポイント成功です。アイランズ、ここでオフサイドの反則を再び犯しましたが、これも琉球は取りません。キック成功を有効とし1点追加としました。琉球ガーディアンライオンズ7点、クラブアイランズ0点。まず琉球が先制のタッチダウンを挙げました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンの後にはもうワンプレー追加があり、この時にキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。この結果得点は2点、3点、6点、7点、8点となり、その得点が引き分けを起こしにくい得点構造になっています。さあ試合はそして琉球のキックオフで試合再開です。ラグビーと違い得点を上げた側のキックオフで試合が再開となります。さあそしてアイランズリターンに入ります。このリターン右奥を抜けていきます。ナイスリターン、琉球23番、キックオフのボールを受けまして右オープンにリターンを展開し、自陣35ヤードを超えたところから攻撃を開始する権利を得ました。見事なリターンを決めましたのはクラブアイランズ23番の金城、江南大学出身のプレイヤーです。さあ金城のリターンにより反撃の糸口をつかみましたアイランズ、この位置からの反撃タッチダウンを取り返すことができるでしょうか。アイランズ自陣37ヤードからファーストダウン10。さあアイランズもランプレーから入ります。キャリア21番、ハンドオフを受け左オフタックル付近をつきました。ゲインは約2ヤードとなっています。アイランズ21番は山崎、滝川高校出身のプレイヤーです。アイランズ自陣39ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃です。攻撃権更新の残り距離は8ヤード。クォーターバック1番パスを投じようとしましたが、このディフェンスのカバーがありまして自らボールを持ってスクランブルとしました。スクランブルはクォーターバックが展開するパスを投じれないときに行う緊急のランプレーです。しかし結果的に相手の裏を突くことができることに成功し、約4ヤードのゲインとなっています。さあアイランズ自陣43ヤードの地点からのサードダウン4の状況に挑みます。この4ヤードを取ることができるでしょうか。ここでボールファンブル、ターンオーバー。
アイランズここでオプションプレーを展開しようとしましたが、この時にランニングバックにピッチしたボールが乱れ、ボールがロストしました。失われたファンブルボールを抑えたのは琉球56番。したがってこの時点で攻守交代です。ターンオーバーで琉球ガーディアンライオンズに攻撃が移ります。見事な判断でボールを奪いましたのは琉球ガーディアンライオンズ56番のテルヤ、琉球大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権を奪い取ることに成功した琉球、相手陣35ヤードの絶好の地点からのファーストダウン点に入ります。パス不成功。クォーターバックナバ、ここでミドルゾーンへのパス。ランニングバック10番をそのままレシーバーとして起用し中に飛び込ませましたが、このパスは不成功でした。パス失敗ですと元の地点に戻され、次の攻撃となります。さあ琉球自陣、失礼、相手陣35ヤードの地点からのセカンドダウン10に入ります。さあ今度は中央へのランプレーを展開しました。キャリアは10番、味方ブロッカーを生かしそれをまたぐように大きく前進、約6ヤードのゲインとしています。キャリア10番はゴヤ、琉球大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣29ヤードから琉球サードダウン4の状況に入ります。3回目の攻撃です。この攻撃によって9ヤード前進できるでしょうか。さあ中央のランプレーで突破を図ります。琉球ファーストダウン。ナニバック10番、託されましたボールを持ちそのまま相手タックルを浴びながら攻撃権更新としました。琉球ファーストダウンです。見事なラン決めましたのはランニングバック10番のゴヤ。さあ順調に攻撃シリーズを続けています琉球ガーディアンライオンズ、相手陣19ヤードの地点に入りました。この位置からのファーストダウン点に入ります。タッチダウン。ここでクォーターバックナバン一気にエンドゾーンへのパス、これをワイドレシーバー3番が見事にエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウンとしました。琉球ここで6点追加といたします。見事なタッチダウンパスを投じましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身、取りましたワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身。そして琉球トライ4ポイントをキックで挑みます。キッカーはここまで好調なランを重ねていますランニングバックゴヤが務めます。キックブロック。このトライ4ポイントのキックは失敗となりました。したがって琉球6点止まりとなります。琉球ガーディアンライオンズ13点、クラブアイランズ0点。しかし琉球さらにリードを広げることに成功いたしました。さあ今の時点で琉球ガーディアンライオンズが攻撃を順調に進め、まずタッチダウンを2つ重ねる形でリードを取っています。この状況を食い止めるべくアイランズこの攻撃を得点に結びつけることができるでしょうか。まもなく琉球のキックオフにより試合再開となります。さあここでチープキック、短いキックを蹴り出しましたが、このキック外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。反則という形になります。この場合相手チームであるクラブアイランズはボールが出た地点から5ヤード前進したところからの攻撃か、あるいは5ヤード下がってキックを蹴り直させるか、あるいは30ヤードのペナルティという形でアイランズ自陣35ヤードからの攻撃という形のいずれかを選択できます。
キックオフの直接アウトバウンキッキングチーム、5ヤードのペナルティーでキックオフをやり直します。アイランズは5ヤード下がってのキックオフやり直しを選択しました。先ほどキックオフが外に出ましたことで琉球自陣30ヤードに下がってからのキックオフやり直しリキックとなります。さあ今度は中央へ蹴り込みます。そしてアイランズリターンに入りました。リターナー1番クォーターバックの内田が自ら持ちまして右オープンを展開し自陣40ヤード付近からの攻撃を確保しました。北野様コメントありがとうございます。キックブロックを初めてあるいは久しぶりにご覧いただいたということですね。キッキングによるこういったスペシャルプレーは時にゲームを大きく左右するプレーですのでこういったプレーがありました時はぜひご注目ください。さあアイランズファーストダウン10の攻撃に入ります。アイランズファーストダウン、クォーターバック1番自らボールを持ち込み中央突破しました。意表を突かれた琉球の隙をつきまして攻撃権更新としています。アイランズファーストダウン、見事な判断で攻撃権更新しました。クォーターバック1番は内田、龍谷大学出身。さあアイランズ相手陣47ヤードからのファーストダウン点に入ります。さあ今度はランニングバックに託しました。キャリア23番ハンドオフを受け右オープンへ展開、ゲイン約2ヤードを奪っています。キャリア23番は金城でした。甲南大学出身。さあアイランズ相手陣45ヤードからのセカンドダウン8に入ります。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開します。これも裏を突くようなカウンターのランプレーになりますが、これを見事に決めまして約4、6ヤードのゲインとしました。キャリアは23番が務めました。23番の金城のランプレーです。ここでホイッスル。レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウト。ここでウォーターブレイクに入ります。この配信は XE ウエスト全13チームの共同企画によって実現いたしました。この企画にさまざまなチームが協力し、またそれに協賛いただきました方々の名前を今画面上に映させていただいております。皆様のご厚情をもちましてこの配信は成り立っております。大変ありがたく思っております。その配信を現在やらせていただきましたのが、私道楽屋医者です。個人の趣味でやっております活動でありますので、その内容は拙い部分が多々ございますが、できる限り皆様のご期待に添えられるよう全力を尽くしたいと思います。現在もこの企画は継続させていただいております。この YouTube 配信をしております概要欄にその申し込みの欄になります URL も記載しておりますので、その意ありました方々はぜひこれからもご協力をお願いしたいと思います。さあウォーターブレイクときまして試合再開となります。アイランズ相手陣39ヤードに入りました。この位置からのサードダウン2、果たして更新なるでしょうか。さあクォーターバック1番自らボールを持ち込み左オープンに展開し攻撃権更新を図りましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
70番その反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手を掴んではいけません。掴まず握らず押すだけの作業しかできない、ブロックしかできないということが強いられています。この反則によりまして10ヤードの抜体を強いられ、ハイランズサードダウン12のシチュエーションで試合再開という形になります。順調に反撃のシリーズを続けていましたアイランズ、ここに来て大きくペナルティにより交代となりました。サードダウン12の厳しい状況を果たして突破できるでしょうか。ボールオンは相手陣49ヤードからアイランズサードダウン12のシチュエーションに挑みます。QB サーククォーターバック1番、ここでロングパスを投じようと身構えましたが、その隙を見てクラブアイランズ70番が QB サック、パスを投じる前に仕留めました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディレイアルゲームオフェンス1番ペナルティーは5ヤードです。リレーオブザゲーム、遅延行為を働いたという反則です。本来のリレーオブザゲームは制限時間内に始めなかった場合の反則ですが、先ほどクォーターバックがプレーが終わった後ボールを叩きつけました。リレーオブゲームダウンを追加してフォースダウンになります。本来プレーが終わった後速やかに審判にボールを渡さなければいけません。しかしプレーの感情を高ぶりボールを叩きつけたことにより試合の遅延行為を働いたという扱いになりました。結果として大きく後退しフォースダウンを迎える形になります。なお先ほどクォーターバックを決めました、クォーターバックサックを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ70番の高橋、明星大学出身のプレイヤーでした。さあ結果的には大きく後退しアイランズパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレイです。さあ琉球これをリターンしていきます。さあ隙をつくように琉球9番が見事にリターンしボールをハーフウェイ付近に戻してこの位置からの琉球の攻撃となります。琉球リターナーは9番篠宮でした。琉球大学出身のプレイヤーです。攻守変わりまして琉球ガーディアンライオンズの攻撃となります。ボールオン自陣42ヤードからファーストダウン10、抜けます、さらに行く、ナイスラン、ファーストラン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。見事なランプレーでしたが、この最中に反則があったようですが、果たしてそれがいずれのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、プレーの最中に琉球相手選手を掴んでしまったようです。反則発生地点から10ヤードの抜体という形になります。しかし結果的にその前進距離がシリーズ更新戦を獲得してもらいますので、新たにファーストダウン。しかしこの10ヤードの抜体をした距離でもその反則成功地点で10ヤード、最初の開始地点を10ヤード超えていましたので琉球攻撃権更新にはなっております。琉球ファーストダウン。さあ琉球相手陣46ヤードからのファーストダウン点。その最初のプレーはランプレーでしたが、このランをランニングバック10番見事なステップワークで約6ヤードのゲインとしています。
キャリア10番はゴヤです。ジョシュ様、先ほどのペナルティはホールディングでした。発生地点が大きく前の位置でしたので下げられても10ヤード前進し攻撃権更新には至っております。さあ、はい、琉球セカンドダウン4、インターセプト。ここで琉球一気にロングパスを投じました。しかしこのパスを奪いましたのはアイランズ4番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事にインターセプトを決めましたのはクラブアイランズ4番毛利。チーム代表も兼任しております。チームの牽引している主柱になっている選手です。そして先月ですが私の後輩のプレイヤーでもあります。姫路独協大学出身。さあ、毛利のインターセプトにより攻撃権を奪い取ることに成功しましたアイランズ。このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン自陣10ヤードからファーストダウン10。さあ、ここでハンドオフをする際のミスがあったようです。クォーターバック自ら抑えておりますが結果的には約5ヤードのロスとしてしまいました。先ほど時計の調整をさせていただきました。アイランズセカンドダウン15。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。ホイッスル、オフェンス58番、ゴールまでの半分の距離のペナルティ、セカンドダウンを繰り返します。アイランズここでペナルティを犯しました。さらに罰則を受ける形になります。はい、行きます。アイランズ自陣4ヤードの地点からのセカンドダウン17。さあ、まずは陣地を取り返そうとランプレーを展開します。このランプレーにより約3ヤードを返しております。しかしアイランズサードダウン14のシチュエーション取り返すことができるでしょうか。アイランズここは手堅くランプレーによりわずかでも陣地を返そうという判断とランプレーを展開しました。結果的にゲイン約数や1、2ヤードですがフォースダウンとなります。チームタイムアウト、琉球前半の1回です。ここで琉球ガーディアンライオンズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。本来ならば攻撃チームが作戦を考慮するためにこのタイムアウトを利用することが多いですが、琉球ここで前半このチャンスを生かしたいということであえて時間を止める形でタイムアウトを使いました。前半終了の段階で試合時間なくなりますと現在ありますポジショニングタイムアウトはすべてリセットされます。従いまして琉球はこの陣地の優位な状況というものを確保したうちに得点を狙いたいという判断からここでタイムアウトを取った模様です。背番号4、2番ショート松井裕君。さあ、結果的に自陣深い位置からアイランズパントフォーメーションを強いられます。
上野君。センター上野君。さあ琉球はリターン入ります。結果的にアイランズ陣20ヤードという絶好の位置で攻撃を確保することが成功しました。前半残り時間は42秒となっています。この42秒で、琉球は得点にこのチャンスを結びつけることができるでしょうか。吉田様、先ほどのタイムアウトは確かに判断としては正解だったと思います。この残り時間を生かすことができればさらにこの価値が高まってまいるでしょう。さあ琉球相手陣19ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック3番、いやクォーターバック7番、まずここでランニングバック10番へのパスを投じましたがこれを10番キャッチできませんでした。パス不成功によりセカンドダウンに変えます。ダウンインジケーター誤りがありまして失礼いたしました。前半残り時間は35秒となっています。前パスが失敗しました場合はパス一旦時計は止まります。さあ琉球セカンドダウン10。パス成功。ゴール前1ヤードに前進する見事なパスが通りまして、失礼しました、パス不成功でした、失礼いたしました。先ほどのパス止まっとったかのように見えましたがこのパス不成功でした、失礼いたしました。従いまして攻撃権1つ失いましてクラブ、失礼しました、琉球サードダウン10の状況に入ります。前半残り時間25秒。ナイスラン、ファースター。クォーターバック7番、パスを投じようとした構えから急遽スクラム。相手ディフェンスがパスに構えているその隙を縫うように一気にゲインし攻撃権更新といたしました。チームタイムアウト琉球。そしてここで琉球前半2回目のタイムアウトを取ります。試合時間は前半残り時間16秒で時計は止まりました。ボールを持った選手が中で倒れた場合時計は回り続けます。先ほど琉球大きなゲインによって攻撃権更新にはなりましたがこのままですと時計が回り時間が0秒となるためここでタイムアウトを取ります。前半残り時間16秒という状況ですが琉球相手陣13ヤードの絶好のポジションを得ています。この位置からのファーストダウン10というこの状況で残り時間で得点を上げることができるでしょうか。逆にアイランズこれをしのぐことができるでしょうか。試合再開します。琉球ファーストダウン10。新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクの着用、ソーシャルディスタンス、パスは成功。さあ中央付近のパスでした。しかしタッチダウンには至っていないため時計が回ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト琉球。琉球ここで前半最後の3回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間は6秒で止まっています。さあ琉球この微妙な時間帯残り6秒をどのように選択するか、フォーメーションを見ますとどうやらプレーを展開しようとしているようです。琉球フィールドゴールでは狙いません、タッチダウンを狙います。試合再開です。琉球相手陣8ヤードからセカンドダウン4。前半残り時間6秒。タッチダウン。
琉球なんとここをランプレーで攻めました。託されましたキャリア10番、相手のディフェンスの隙を縫うように一気にエンドゾーンに落とし入れタッチダウンとしました。タッチダウンしました。キャリア10番はゴヤです。見事なランプレーにより琉球ここで6点追加としました。そしてゴヤトライフォーポイントのキックに挑みまして、これを見事に成功、1点追加。琉球ガーディアンライオンズ20点、クラブアイランズ0点といたしました。前半の終了です。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、クラブアイランズ0点、琉球ガーディアンライオンズ20点で、琉球大きく3ポゼッション差、3タッチダウン差のリードに近いリードを得る形で前半終了、ハーフタイムに入ります。